はい、佐藤式リンパケア月見歯科クリニックの佐藤です。今日はですね、非常に簡単な顎関節ケアについてお話ししたいと思います。顎がカクカクなったり、顎が痛くなったり、動きにくいっていう状態、食いしばりですね。食いしばりによって起こる病気です。で、林修先生の初耳学っていう番組で、うちのセルフケアマスターの人が出てきて、話題になってですね、それから結構ツイッターとかインスタグラムで、話題シェアされて話題になってるんですけども、あれがですねちょっと問題がありまして、圧倒的に強すぎるんですよ。で、弱い方が効果があるっていうのが、私たちは筋肉の緊張を解くということを考えているので、強い力をかけて、何かをしようというわけじゃなくって、ものすごく弱い力をかけて、筋肉を緩めていくっていうことをやってるんで、効果があるのかないのかわかんない、合ってるかどうかっていうのをすごくツイッターなんかでハテナハテナ、効果がハテナハテナっていうのがあるんですけど、当たり前でですね、若干やってることが間違っています。なので、耳輪ゴムですね。耳輪ゴムの場合もちょっと強すぎるんですよ。こうかけた時にですね、こんなグイッとここがキュッと入っちゃうようではもうダメなんですね。これでもう強すぎると。で、耳が痛くなったりします。で、耳のこの紐、これよりも効果があるのが、耳の紐なので、紐を荷物紐で構いません。荷物紐でやっていただくと、非常に筋肉、顎の周りの筋肉、食いしばりがなくなってですね、顎関節症のある人もすごく良くなるので、騙されたと思ってやってみてください。で、ある程度の太さがあるものの方がいいです。耳たぶをこう持ち上げたい、こう持ち上げるぐらいでいいんですね。耳の根元は1ミリか2ミリ上がるぐらいです。で、これがほどけないようにこうですね、端っこを、二重にしてキュッと結びます。結びました。一重でも構いません。で、これで、輪っかを作って通してあげる、通してあげる。で、これだけです。これでキューッとキューッとしてあげるとですね、ギュッとしてあげる、ギュッとしてあげる、こんな感じ。これで耳にかけるだけです。耳にかけていただくと、耳にかけていただく。で、もう本当にね、耳たぶの根元が、これちょっと引っ張られすぎなので、こんな引っ張っちゃダメです。ただここのね、厚みが幅があれば痛みは出ないし、弱く、要するにこれがこうなればいいんですね。ここの根元が1ミリか2ミリピッと上がる状態にしてほしいので、これだとちょっと強すぎる。で、軽く上げて、そうですね、これぐらいか、まだ強いぐらいですね。まだ強いです。これだとまだ強い、これぐらい。もう本当にふわっとかかった状態、見た目以上にふわっとしてます。幅がありますからね。ゴムや糸と違って幅がありますので、ふわっと持ち上がる状態。これでこうくるくるくるってやってあげると、これ可動域が違うのが分かります。で、何回かやってると、どんどんこれわざとじゃないですからね、わざとじゃないです。どんどんこっちが軽くなってきます。どんどん軽くなっていくということで、肩も非常に楽になりますので、これを寝る前にですね、もう一回やりますね。もう一回やります。これを端っこに荷物紐です。荷物紐、こういったね、荷物紐、この荷物紐を端っこをこうやってて丸めて、でこれをこうしてもらってキュッと締めるわけですね。キュッと締める、キュッキュッキュッと締めて、でこれで大きさを調整できるようにする。そしてもう一回、これ大きさ調整したらそのまんまでいいです。これを外していただく。これまた使えますから、寝る時に使っていただくという形になります。これをですね、こっちかける、落ちかけないね。こんな感じ。ちょっとだけ耳たぶが少し上がってればいいです。ちょっときついです、これだとね。もうちょっとで、皆さんが思ってるよりこれ幅がありますから弱いです、弱いです。この状態でくるくるくるってやると、まあさっきのが残ってますので、こっちね、左側は向かって右側ですけども、どんどんこう大きくなってきます。だんだん大きくなってきましたね。だんだん大きくなってくるということで、これでまあこう動きをやってもやらなくても大丈夫です。このまま静かにしているだけでも、寝転んでもらうことが大切で、寝る前にこれをはめてそのまま寝ちゃっても大丈夫ですし、寝るまでの間でもいいですし、5分10分でも構いません。5分10分経ったら気になる人は外していただければいいです。気にならなければそのまま寝ちゃえばいいので、寝るまでに筋肉の緊張を解いてやって寝ると、すごく副交感神経優位になって爆睡もできますし、夜中の食いしばりも避けることができます。老廃物が筋肉に溜まってると、それを押し出そうとしてグイ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 噛みますので、そういったことで非常に、あとベロがですね、舌位が上に上がりますので、無呼吸の人なんかは、つけっぱなしにすると非常にいいので、ここではめて、まあ、ここでテーピングのね、テープでピッと止めといてもいいかなと思います。無呼吸の人はですね、これをしてもらうとベロの位置がぐっと上がって、いびきなんかも防げると思いますので、是非一度皆さんやってみてください。いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら、チャンネル登録ボタンを押してくださいね。そして、高評価ボタン、それからコメントをすぐに返すようにしますので、是非コメントください。それではまた。